ソニーとホンダがタッグを。組み発足したソニーホンダモビリティ SHM は1月4日。米国で開催される CES 2023に先立ち新ブランド。アフィーラ、アフィーラと新開発 EV のプロトタイプを発表した。2025年の発売を目指す本モデルは、プロトタイプながらも新たなモビリティの登場を感じさせる。 ソニーグループ肝入りのコンセプトとスタイリングが魅力的だ。社が意思を伝えるフロントマスク。新たなモビリティの価値基準の創出がコンセプトの本プロトタイプ。未来的なデザインと最先端の IT 技術が組み合わさった。全く新しいスタイリングが特徴的だ。装飾となる線や造形がそぎ落とされた佇まいは、 宇宙船のように人を包み込む未来のモビリティを体現している。フロントマスクには横一直線に伸びるメディアバーが搭載され、様々な情報や意思を社外に伝達する。またレベル3の自動運転技術の搭載も目指す本モデルには、なんと社内外に計45個のカメラ、センサー等が設置されており、 ドライバーの運転状況や走行状態をモニタリングすることで、事故のない安全な移動を実現する。デザインはシンプル、機能は先進のインテリア。インテリアも同様にシンプルかつ効率的な。乗員の快適性を高める新技術が盛り込まれた空間となっている。開放感あふれるガラスルーフや前方一面に広がるスクリーン。 そしてその画面表示を遮らない独特な形状のステアリングは、乗員の直感的な運転をサポートする。またインテリアには環境負荷の低いテキスタイルや、空気を浄化する独自の機能性素材が使用されるなど、革新的な先進技術も満載だ。ゲーム開発にも携わる世界的ソフトウェアメーカー。エピックゲームズ。 との協業開始も発表されるなど全く新しい試みが注目を集める新ブランドアフィーラ。今後の開発と販売が楽しみだ。